小岸秀幸は、日本のプロゴルフキャディ。兵庫県川西市出身。新川学院を経て、立命館大学出身。身長172センチメートル、体重75キログラム、血液型 B 型。株式会社ジャパンクリエイトにコン株式会社、大阪商運株式会社、株式会社、美ンテクの株式会社カーセブンディベロップメントの5社がスポンサー。 妻はプロゴルファーの小野京子。ゴルフ関係者の間では、おぎりと呼ばれる。キャディ以外にも自身のマネージメント会社にて番組制作、イベント企画。2015年からはオンラインのスポーツレッスンアプリ株式会社、ダチ吉顧問も務める。2002年より雑誌、ゴルフゴルフ市場でのプロキャディの目は連載20年目を迎え、2007年には、 自らのキャディ論を語った、裏方の流儀も発売された。ゴルフというスポーツに初めて関わったのは、幼少期。外祖父の朝長正雄が理事長を務めていた千がり、カンツリークラブに遊びに行った時だという。小木氏が、プロキャディの道を歩もうと思った時、頼ったのが、大西久光、戸張都市の上司として、日本プロゴルフ界のトーナメント化の石を築いた、大橋定吉。 1995年、外祖父の後輩である大橋が社長を務めていたトーナメント運営会社で初めてキャディを体験する。その後、福沢義光の大道キャディをするが、試合がない週は社団法人西宮 CC に席を置き、キャディとしてのスキルを磨いていた。天気が訪れたのは1999年。当時、若手実力派として、 売り出し中の細川和彦のキャディをすることとなり、ゴルフ、日本シリーズ JT カップで初優勝、その後もアコムインターナショナルで細川和彦とのコンビで優勝。2003年には日本シニアオープンで高橋克成とのコンビで優勝。からは5年間、矢野東と専属を務めた。2013年からは河村正宏とコンビを組み、 同年茨城カンツリークラブで開催されたパナソニックオープンで優勝アジアンツアー、ヨーロピアンツアーに参戦する。2018年シーズンより女子ツアーにメイン参戦し、現在に至る。ありがとうございます。